西武からフリーエージェント、FA、宣言した野上龍馬、投手、30、が巨人入りの意思を固めたことが28日、明らかになった。先発陣の増強を図る巨人は3年総額4億5千万円規模の条件提示を行うなど、交渉を進めてきた。野上は今季、11勝10敗、防御率3の63。1年間通してローテーションを守る安定した働きを見せた。巨人にとって先発投手は補強ポイントの一つ。菅野、田口、マイコラスの3本柱が計44勝17敗と活躍し、シーズン途中から起用された新人の旗も6勝を挙げた一方で、他の投手が振るわず、大竹の4勝4敗が4人に次ぐ成績だった。